マルサンホビー動画チャンネルです。11月18日、入荷の新製品再入荷品のご案内になります。まずこちらが長谷川の72分の1スケール、デロ式水上偵察機11型金剛搭載機、カタパルト付きになります。こちらがファインモールドの72分の1スケールの5式船のファストバック型です。こちらが長谷川の72分の1スケール F16N トップガンです。こちらが長谷川の700分の1ウォーターライン妙高です。こちらが長谷川の、700分の1ウォーターライン、超海です。こちらがファインモールドの、高標的、高型真珠湾です。こちらが長谷川の、12分の1のオートバイのヤマハ RZ250 です。これが、バンダイの30ミニッツミッションズオプションパーツセット3です。こちらがバンダイの30ミニッツミッションズのエグザビークルエアファイターホワイトです。こちらがバンダイの30ミニッツミッションズオプションパーツセット8マルチバックパックです。こちらがバンダイ30ミニッツミッションズのカスタムウェポンセットガトリングガンです。こちらが、バンダイの SDEX シリーズエールストライクガンダムです。こちらがバンダイの、ポケットモンスターシリーズの、ガブリアスです。こちらが、バンダイポケットモンスターシリーズのサーナイトです。こちらが、バンダイの、ポケットモンスターポケプラクイックのピカチュウです。こちらがバンダイの、ポケットモンスターポケプラクイックマホイップです。こちらが、ことぶき屋の、ガバナ、ヘキサギアシリーズの、ガバナウォーメイジです。こちらは、ことぶき屋のヘキサギアシリーズのバルクアームアルファです。これが、バンダイの、フィギュアライズスタンダード、ウルトラマントリガーマルチタイプです。これがバンダイの30ミニッツミッションズのポルタノバダークグレーです。こちらがバンダイの、30ミニッツミッションズシリーズの、アルトのホワイトです。こちらがバンダイの30ミニッツミッションズの、シエルノバホワイトです。こちらが、バンダイ30ミニッツミッションズの、スピナティオコマンド仕様です。こちらがバンダイの30ミニッツミッションズスピナティオ、忍者仕様です。こちらがバンダイの、マクロスシリーズ72分の1デストロイドスパルタンです。こちらはバンダイの、ハイグレート UC シリーズジオングです。こちらがバンダイの、ハイグレードシリーズの、ガンキャノンです。こちらが、バンダイのフィギュアライズメカニクスのドラえもんです。こちらがバンダイの、フィギュアライズスタンダードドラゴンボール Z セル完全体です。こちらは、バンダイの、ハイグレード UC シリーズ144分の1サイコガンダムです。こちらが青島の450分の1スケール、イデオンです。サーティミニッツ、シスターズのオプションパーツセット4ステルスアーマーです。でこちらが、30ミニッツシスターズのオプションパーツセット、スピードアーマーです。でこれが、30ミニッツシスターズのオプションヘアパーツボール4になります。こちらがコトブキヤのメカサプライシリーズのプロペラントタンク丸です。でこれが、コトブキヤのメカサプライジョイントセット A です。これが、コトブキヤのメカサプライジョイントセット B です。こちらがコトブキヤの、メガサプライベクタードブースターです。こちらがコトブキヤのウェポンユニットハンドガトリングガンです。こちらが、
ットブキアの、ゾイドシリーズ、ゴゼアスジオーガになります。以上が本日入荷した新製品再入荷になります。どうもこういった、商品のご紹介もどんどんしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。